ボルショド・アバウイ・ゼンプレーン県の位置ボルショド・アバウイ・ゼンプレーン県は、ハンガリーの県。県とはミシコルツ。ハンガリーの県の中で、面積、人口ともに2番目の規模である。県の北境は、スロバキアとの国境であり、県の東京で、サボルチサトマール・ベレンク県、南東境で、ハイドゥ・ビハル県、南西境で、ヘベシュ県、西境で、ノーグラード県と接している。 北部は山地であり、南部には平野が広がっている。この県には以下の市町村が含まれる。地下資源に恵まれており、ハンガリーのルール地方とも称された、この地で第二次世界大戦後の共産党政権時代に工業化が進められた。共産党が対外的に示した成果は目覚ましいものであったが、共産党政権の崩壊後は、経済の低迷が顕在化し、 市場主義経済に巻き込まれる中で、ハンガリー有数の高失業率地域となった。また、県内の都会とその周辺は、寄付ワインの産地として有名であり、国内のみならず、海外にまで幅広く輸出されている。第二次世界大戦後、かつての三県が結びついて成立した。共産党政権下で、重点的に重化学工業の振興が図られた。しかし、 東欧革命を経て共産党政権が崩壊すると市場経済の中で深刻な不況に陥った。現在はその多様な自然景観などを基盤として各地で観光産業への転換が図られている。ありがとうございます。